ちでも。オッケーですか。大丈夫ですか、宮原さん。はい。どうも、トラレスチャンネルのマスピです。今回は佐世 FPV さんが作ったフライウィング S800 の初飛行を行ってきました。でね、これを取りに行ってきたんですけども、綺麗に飛びますよね。初飛行、このウィングの中に FC が入っててフラコンで操作してるんですよ。だからなかなかね、いい感じで飛んでて安定して飛ぶらしいんですよね。佐世 FPV さんの飛行技術がまあこれからだと思うんで、もう少し安定するともっともっとね近づけるんですけども、まあまあ今回初飛行ということで、あまり近づきはしなかったんですけども、頑張って撮ってきました。でこの日はですね、結構風が強かったんですよ。この風が強いんでウィングはね結構ね辛かったと思うんですけども、まあ、それでもね、それに合わせながらできるだけ撮ってみました。それでは映像をどうぞ。飛んでる飛んでる。どうすか。いいっすね。宇賀さんはちょっと見失いがち。あ、来た来た、後ろについてる、後ろについてる。いやびっくりした、怖かった。すげえ、飛ばしますね。飛ばしますね。いやいや、皆さんのおかげですよ。あのトミーさんありがとう。トミーさんありがとう。あ、カメラ、あ、回してないや。回します。回ってる、これ。あれ、そう、電気ついてない。あ、違うか、なんかこっちか。あ、ついてなかった。あ、回してなかった。え、こっち
持ちよさそうに飛んでるウィングなんですけど、ボディ以外ほとんどドローンのパーツらしいんですよ。ドローンで使い終わったパーツを使って飛んでて、バッテリーも4セルの 2000mAh で 4,5 分飛んで残り 75% ぐらい、結構燃費いいですね。ウィングはウィングの優雅な飛びを見るとね、マサピーもドローンの残りパーツで作ってみたくなりましたね。いいですね。どうですか、気持ちいいです。気持ちいいですか。気持ちいい。最後まで見てくれてありがとうございます。ドローンレースチャンネルのまさぴーでした。今回は佐世 FPV さん、 MMFPV さんのリバティフライデーのねフライトを楽しんできました。ウィングもね、レーサー機もね、フリスタ機も面白いですね。面白いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあバイバイ。